スマライドオンセカンド、ゲストはプラゼンの柴田選手です。はい、ライドオンセカンド、はい、ちょっともう広くせなあかんから、ね、もうちょっとね、あのこう地面から来てこう来て、もうその説明欲しいわ。もういいですか。そうですか、失礼しました。はい、ということで今日もね、柴田さんとお送りしていきたいと思いますけれども、はい、ライドオンセカンド、今回もナスブラーゼンの元気印柴田正幸選手と一緒に自転車専門店関石ネオサイクリスタ大田原南店からお送りします。自転車のアイテムが大好きという柴田選手、今気になるアイテムはポンプなんだって。例えばポンプ入れ方、入れやすさもそうなんですけれども、うん、口金の種類がたくさんあるんですよ。ポンプ、パナレーサーさんのポンプなんですけれども、はい、ワンタッチ式という、これは画期的やったわ。押して、はい、カチッとやって、カチッとね。このカチッと、ね、ワンタッチ式だと名前の通り押して入れるだけです。で、ここ実はボタンがありまして、そうなのよ。これね、説明のポイントとして空気入れるときは一回、はい、あの中の空気を抜いてから入れてあげることで馴染むみたいなんですけれども、はい、それがこっちやらなくてもポンプ側で空気を抜いてから入れられるから一回の手でシュッてこう抜く作業をせんでもええねや、ポンプでできちゃうとい う一石二鳥ですね。あの書いてあるじゃないですか、タイヤにその、そうですね、ここにも空気圧とか書いてありますね。どれぐらい実際の入れるんですか、その書いてあるここまでですよっていうののパンパンまで入れるんですか。パンパンまで入れないです。入れないない。で、大体そうですね、体重自分60キロあたりなんですけれども、うん、それだと6気圧後半多くても7気圧ちょっとかなと。え、これ何、あ、これ初めて見ました。すげえ、なんか薬品みたいな、なんか入ってますね。押すと光る、光る、おお、光った、すげえ。あ、ライトの代わりになんねや。ああ、じゃあポンプでありその後ろからのライトにもなるから、わざわざそのつけなくてもバックライトみたいな、バックライトもこれでこと足りるってことや。こと足りちゃいますね。いやー、なるほどね。こういうところにもつけれたらね。そうかそうか、面白い。で、これ場合によってはこのままこれこうやって持って、ちょっと持ってしまったらね、こうやって振ってみて、あ、こうやってね、そう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 、ライブいけるもんね。いけますね、これで。はい、次が、お、はい、これはこれもまたパナレーサーさんですね。これすごいですよ、変身しますよ。これ変身、ガチャコン、おお、しかもちょっと待って、足場がメーターついてる、メーターもついていますし、うん、外す、まあまあ、はい、外せるんですけど、物式っていうあの2種類ありまして、うん、物式バルブと A 式バルブ、うん、選択できるんですよ。え、これで両方いけるの。両方いけちゃいます。はい、先にこのネジを締めるように、はい、頭だけネジ入れちゃいます、はい、そしてこの最初買ったやつはそうでしたね、その方式でしたね。でこうやって入れてあげて、これやったら素人さんとか一般の方でもちゃんと圧が分かるから。え、すごい。ちょっと待って、知ってたんちゃうの。いや、あのいつ思ってたよりも伸びた、伸びますね。これよっしゃ、あ、ちゃんと空気が1回で結構入るように入るようになってるんですね、これ。で、夏とか冬とかでもやっぱり空気圧変わるでしょ。変わりますね。ちょっとしたところで雨だったりとか、はい、晴れの日だったりとか、うん、気にかけて空気入れてほしいと思いますね、はい、皆さんもぜひ見に来てください、はい、そして買ってください。関石ネオサイクリスタ大田原南店では、いつも笑顔で心を込めてお合言葉に皆様のご来店をお待ちしております。ぜひお越しください。待ってます。さあ、今回はヒルクライムの名所大田原市の小手屋さんで対決企画。さあ、あー、なるほど。ブラーゼン柴田 vs ブラウブリッツェン大二。ちょっと待って、明らかに僕だけ大二が柴田ブラーゼン、こんなかっこよく書いてんのに大二だけ忘れんといて。ちょっとで、タイムアタック対決、はい、今回いよいよなんと選手柴田選手と私が普段ベストは、ベストは
15分かからないぐらい、14分50秒台だったと思います。これまで番組で挑戦してきたメンバーのタイムはこちら。元宇都宮ブリッツェン GM の広瀬さんは21分10秒、ナスブラーゼンの岩井 GM は20分31秒、私大事は21分50秒。というわけで今回のハンデは4分16分台やったらまだ可能性があるかもしれないってことだよね。罰ゲームがあるんですよ、はい、負けた方は、はい、一発芸を披露しなきゃいけないっていう格好それぞれ、はあ、では柴田 VS 大事タイムアタック対決いってみよう。まずは私大事がスタート。体型はご覧の通り維持はしてます。なのでまあ登りに関しては割と前回よりかは体も軽く登れるかなということで、20分切れれば4分半でいい勝負できると思うんで、いいよ、よっしゃ行こう。親指乗っけて吐くの意識、股関節の付け根から時計回り0時から3時に力を入れると。この辺からきついよ。息を吐く。まだ1キロ？ここのコースの特徴として序盤は勾配が緩く、中盤から後半にかけて勾配きつくなっていくんですけれども、その中盤からの急勾配でどれだけ、抑えてたペースを発揮できるかっていうのがポイント、タイムアップのポイントになってくるかと思います。序盤うまく体力温存できたと思ったんだけど、やっぱり後半の上り坂はきつかったな。柴田選手に教わった呼吸法も最後は忘れてました。最後最後ラスト、いや結構早いんじゃないですか、あの感じしんどいね。でもプレッシャーかけたんじゃないの、これプラス4分で考えたら。さあ続いては柴田選手のスタート。はい、今年の初 TT、 ナスローシーに負けないように、そして大地さんに負けないように頑張ります。よいしょ、なんか昨日結構練習したらしいんで、さすがにベストは出ないだろうって言ってて、まあ、16分かかってくれればまだ僕自分のタイムは分かんないですけど、いい勝負なのかなと思ってます。まあ、正直僕ねちょっと太ももの筋肉が8本ぐらい切れてるんで今日、まあ、それでいい勝負かなって。頑張ってもらいましょう。さあ来たよ、ラストラストラスト、はい、やったー、はいや、あーもうやばい、ダメだ、
結果発表。いやちょっとね、いかがでしたか柴田選手。いやもう何百回も登ってるんですけど、はい、今まで最後の直線一番長かったです。あ、感じる、はい、もうやっぱテレビってなるとね入りますよ気持ちが。まず大地さんの、20分。あ、切れなかった。34秒。どっかで聞いたようなあれですね。柴田選手、はい、16分。うわあ、待って、16分ってことは秒数で変わるってことね。01秒。あー、すげえな、やっぱり01秒。いやもう初め怖くて、もう全速力でいきました。普段もっと抑えていくのに。お約束の罰ゲームで大地さんに爆笑モノマネ。モノマネ？いやマネ、本当にまあこんなにね小手屋さんまで登ってきて、いや寒い中ね、ありがとうね、本当にね。まあ西田敏行です。いかがでしたかこのライドンセカンド。いやもう久しぶりのテレビ出演させてもらって、いや本当にもうやっと出れたっていう。あ、本当ですか。嬉しい気持ちが。こちらこそ、はい、そのありがとうございます。そして、うん、実はこのラスブラーゼン2020年のレベルの自転車なんですけれども、うん、はい、チームのオリジナルカラーが販売されます。チームの売上費がチームの活動費となるので、今年はブラーゼンカラーのレベルを乗って一緒に応援しましょう。しっかり告知を入れてきましたね。だいぶ甘噛み入ってたけど大丈夫？いやもう噛み噛みだったと思いますけど。